おはようございます。おときゅうです。仙台からリフ行き一番列車 4421M701K に揺られ、リフ駅へ来ました。これからリフ原の町間 4422M から 228M の全区間乗車をします。東京へ帰るのですが、ただ帰ってもつまらないので、この列車に乗ります。常磐線の普通列車は原の町駅で完全に系統分割されています。そのため仙台原の町間をメインで普通列車は走り、本数もありますが、毎日下り1本、上り2本、リフ駅を終着する列車があり、仙台を通り抜けます。 701K、E721K どちらも運用はあり、701K は東日本大震災が発生する前、いわき駅まで乗車していますので、本日はまだ直通で乗車していない E721K で全区間乗車します。2両編成、2ユニットの4両編成ですね。後ろは25番、前は3番です。今日は津波で被災したため、線路が内陸に移設して付け替えられた浜吉田駒ヶ峰間の全面展望を撮りたいので、3番に乗車します。E721K のトップナンバー1番は、常磐線を走行中、東日本大震災による津波で被災して廃車されたため存在しません。こちら、クハ E720-3 のヘッドになります。昨夜からずーっと雪が降り続いています。リフ駅6時58分、定刻に発車します。まずは仙台まで 4422M で運転されます。先ほどリフへ来るとき、新幹線総合車両センターに E4K が止まっていました。それを見るのがまた楽しみです。新幹線総合車両センターは広大で、リフ駅を出るとすぐに現れます。そして車両センターに隣接して新リフ駅が設置されています。この駅は東北新幹線が暫定開業する1982年6月23日に先駆けて、同年4月1日車両センターへ通勤する人の足を確保するために開業しました。今見えました出入り口は工場専用の出入り口になりますので、一般の人は通れません。ここを一般の人が通れるのは、夏に行われる新幹線車両基地祭りの時だけです。普段一般の人が乗降できる出入り口はホーム前方にあり、 IC 乗車券も利用ができます。こちらが一般の人が出入りできる改札口になります。ホーム仙台方一番端っこにあります。
常磐線上り原沼地域です。進行は変わり次第の発車となります。発車までお待ちください。発車できません。信号は変わり次第の発車となります。発車までお待ちください。
太子堂駅で、停車中の列車のドアの確認を行っているため、4番線到着の仙台駅当駅で一旦運転を見合わせます。この先の太子堂駅で、列車ドアの確認を行っているため、ただいま4番線到着の列車は当駅で一旦運転を見合わせます。ご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。大変お待たせいたしました。常磐線上り花沼地域まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。原沼地駅には4分遅れ8時43分着です。とても風が強く乗り換えるはずの岩木行き 670M になるはずの列車 669M が約20分遅れているそうです。波乱乗車となった 670M も近日中にアップします。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。